ジュド・ポーム国立美術館は、フランス、パリのコンコルド広場のほど近くにある美術館。ジュド・ポーム国立ギャラリー、ジュド・ポーム美術館とも呼ばれる。建物は、ナポレオン3世紀に、チュイルリー公園の一角に建造された。ジュド・ポームの名は、建物内部にかつて、ローンテニスの前身であるジュド・ポームのコートが作られていたことに由来する。1909年。 テニスコートが展覧会会場に改装された。その後、美術館として外国人作家の絵画作品を常設展示するようになり、1930年代には同時代の美術を扱う美術館として、モディリアーニア、バンドンゲン、ピカソ、シャガール、ハイムスーチン、ホアングリス、藤田つぐじュラエコールドパリの画家たちの作品を収蔵していた。 ナチスドイツのフランス侵攻により、フランスがドイツの占領下に置かれた第二次世界大戦中には、ユダヤ人から没収した美術コレクションがジュド・ポームに集められた。1947年、ジュド・ポーム美術館として、開館、印象派の作品を多数展示するようになり、それらが1986年にオルセイ美術館へ移管されるまでは、印象派美術館の名でも知られた。 1987年、改装を行い、オーディオビジュアルルームや、図書室、カフェなどを、新設。1991年6月、ジュド・ポーム国立美術館として、当時のミッテラン大統領隣席の下開館した。フランス国立写真センターを吸収した2004年3月から、従来より専門としてきた、近現代美術に加えて、オテル・ド・シュリーと連携して、 映像芸術の展示も行うようになっている。最寄り駅はメトロコンコルド駅。月曜休館。ありがとうございます。